やっほー。はい、今日はですね、ここからの村上智子さんのところにやってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここからっていうのはどういう場所でしょうか？もともとはカウンセリングルームだけだったんですけど、うん、お料理好きだったので、うん、カフェもやるということで、うん、カフェをやっています。そうなんですよ、ここカフェなんですね。ここからってね。そうなんです。一番おすすめって何でしょう？そうですね、生パスタを私はこねてるので、うん、美味しいパスタをどうやったらもっと美味しくなるかって研究しながら、うん、はい、パスタをこねています。トマトソースの生パスタですとかですね、はい、ホタテとエビのジェノベーゼと生クリームあえパスタ、生パスタ、こんな冷製パスタでウニバージョンとかね。めっちゃ今じゃないですか？そうです、それが食べれるときは連絡ください。そうですねありがとうございます。はい、あなたがここをやる意味がすごくあるよねって言われて、私の知り合いでやっぱイタリアンレストランやってる、男性がいて、その方に日本探してもカウンセリングとカフェをやってる人っていうか、そういう場って少ないよなって、でもすごく貴重だよなって言ってくれて、だから多分 2,3 時間いる人多いじゃないですかね一回来たらね、2,3 時間いて、ただ他の人来ると帰っちゃうんで、私と本当に1対1で話したくて、よその人が来るのが嫌な場合はやっぱりカウンセリングなんですね。はい、ありがとうございます。じゃあここにカウンセリング受けたい、ここでカウンセリング受けたいっていう方はどうしたらいいですかね？いや、そうなんだけど、ここから気仙沼を検索するとホームページは出てくる。出てくる。なるほど。電話番号も出てきます。ここからと気仙沼とね入れてくださいね。そうです。ぜひぜひ村上智子先生にぜひご連絡ください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、今日はとても居心地のいい気仙沼にあるここからに来させていただきました。はい、